するアグレッシブ級及びアジャイル急走改定の一隻で総会を行う艦艇であるこの艦は2代目のアベンジと命名された艦である1951年8月1日にコネチカット州スタンフォードで浸水し1953年3月15日に竣工翌年5月13日にブルックリン海軍交渉にて収益した。また 1955年1月14日に MSO に種別が変更され、AM-423 から MSO-423 となった。シェイクダウン訓練を終えた後、8月6日にアベンジの母校であるサウスカロライナ州チャールストンへ公開し、8日に到着した。1955年1月14日に改装を受けるためにチャールストン海軍交渉に入るまでの間、 当地で任務に従事していた。その改装を受けた後、種別が MSO に変更され、本格的に総会を行うことになった。11月6日、アベンジは地中海へ向かった。その間の港は、第6艦隊のいるジブラルタル、バルセロナ、ニース、カンヌ、トゥーロン、モナコ、バレッタ、ナポリ、パルマデマヨルカ、バレアレス諸島になった。アベンジは、 1956年1月17日にジブラルタルを出発し31日にチャールストンへ戻った。その後4月9日にノバスコシア周沿岸に赴き、ハリファックス沖において5月14日に帰島するまで総会を行った。チャールストンに2ヶ月滞在した後、7月16日にカナダ沖へ向かった。そこで2ヶ月間同距離早期警戒線のレーダー基地と連携しながら、 調査と海岸清浄の補助を行った。9月4日にニューファンドランドラブラドール州セントジョンズより出港し、11日にチャールストンへ到着した。1957年1月15日、アベンジはニューファンドランドラブラドール州アルジェンティアへ戻り、寒い気候においての総会任務に従事した。期間中1月30日にニューヨークを通過。 チャールストンに2月7日に到着し当地での任務を8月29日まで行った。その日、アベンジは再び地中海へ向かった。ジブラルタル到着後、アベンジはバレッタ、ソーダワン、コストウ、ガエタ、ナポリ、イズミルへと赴いた。第6艦隊と行動を共にしている間、ガエータにてイタリア海軍と共同訓練を行った。また、 1958年1月にはマルタ島にてイギリス海軍と行動を共にしていた。5ヶ月間地中海に滞在した後、2月13日にチャールストンへと戻った。5月下旬、アベンジはノースカロライナ州オンスローにて陸海共同の訓練とバージニア州リトルクリークでの総会訓練に参加した。アベンジは1959年1月11日に チャールストンを離れ、12日にジョージア州サバンナのドックに分解点検修理のため入った。アベンジは5月14日にチャールストンへ戻り、6月にかけて再訓練を行い、7月24日にもう一度地中海へ向かうまで総会訓練に参加していた。第6艦隊と行動を共にしていた間、アベンジは多くの訓練に参加した。 その中で最も大規模だったものが8月にラスペツヤで行われたフランス、ギリシャ、トルコ、ベルギー、イタリア海軍と共同で行われたゲージ訓練である。アベンジは1960年2月11日にチャールストンへ戻った。アベンジは5月23日にチャールストンを離れカリブ海でのスプリングボード作戦に参加した。7月にフロリダ州。 カナベラル・ミサキの配属を解除され、分解点検修理のため母校へ帰島した。アベンジは1961年1月から2月にかけての陸海共同の訓練のため再びカリブ海へ向かった。母校へ帰島後、4月にドミニカ共和国で政変が起こりカリブ海へ急行し、8月まで戻らなかった。その後、サウスカロライナ州沿岸で総会訓練を行って、 1961年の1年は慌ただしく過ぎた。1962年1月、パナマシティより海軍機雷研究所に出港し2月に母校へ戻った。分解点検修理の後、8月にパナマシティへと戻った。その後、10月から11月にかけて、総海底分隊82と共に総海訓練を行った。1963年1月上旬。 アベンジは19日間かけて大西洋を横断し、別のカリブ海の巡航に参加し、複数の訓練を行った。その間、複数の港にも寄港した。その後、6月5日に母港に寄港するまで NATO の訓練、フェアゲームに参加した。寄港後、パナマシティの海軍機雷研究所に移った。その報告を持ち、11月20日に母港へと戻り、カリブ海へ向かう準備を始めた。 また、アベンジは、最も戦闘準備の整っていた、大西洋艦隊の艦として1963年のマージョリース・ステレット戦艦基金賞を受賞した。1964年2月、アベンジは2ヶ月にわたる、カリブ海の巡航をはじめ、グアンタナモ湾を港とした。4月に、チャールストンへ戻り、ドック入りし、修理を受け再訓練を行った。12月下旬。 アベンジは再びカリブ海へ向かった。1964年末、アベンジはアメリカ領バージン諸島フレデリックステッドに闘病した。1965年の1月から2月にかけて、3月にチャールストンに戻るまでアベンジは訓練と作戦で予定が埋まりきっていた。8月にアベンジはジェミニ5号の支援部隊としてケープカナベラルを港としていた。 12月上旬、アベンジは、ビエケスト沖での陸海共同訓練に、クリスマス休暇のための帰祷まで参加した。1966年2月、アベンジは、アポロ計画の宇宙船の支援部隊に配属されていた。その後3月に、母校チャールストンへ戻り、6月まで当地での任務を行った。7月上旬、再び分解点検修理を行うためサバンナへ向かった。 9月にドックを出て、ノーフォーク沖で再訓練を行った。アベンジは1967年1月14日にヘリコプターを使った新型総介具のテストの支援のためパナマシティへ戻った。アベンジは2月にタンパとジャクソンビルへ向かい、2月28日にチャールストンに戻った。その後、5月2日にロードアイランド収入ーポートに再訓練に向かうまでの アイダ海軍機雷戦学校に滞在した。5月20日にボストンを経由した後26日にチャールストンに戻った。アベンジは7月17日に改装のためサウスカロライナ州マウントプレザントのドックに入った。改装完了後8月16日に地中海へ向かった。広範囲に損傷を受けた後スペインのロタに9月2日に寄港し、 修理を行った。その後、25日に、イズミルへ向かい任務を再開した。10月16日から25日にかけて、トルコのディキリり沖にて、イギリス・トルコ領海軍と共に訓練を行った。アベンチは11月上旬に、その可用性のために、ナポリに移り、その後ラスペツやア,アジャクシオ、コルシカトーロボ、サント、トゥーロンを訪れた。そして都市が終わる前に、 ナポリに戻った。1968年1月3日に、13日にアベンジの母校へ帰るまでの10日間シャルデーニャで陸海共同の訓練に参加した。2月3日にチャールストンに戻った。4月15日から嫌いのテストに参加し、5月26日に近代化改装のために母校に戻った。アベンジは8月26日に、 メリーランド州ボルチモアへと向かい、30日にベスレヘムスチールの交渉に入った。この改装は1969年まで続いた。9月27日、監督下が行われた。しかし、10月6日に原因不明の火災により、戦隊中央部に甚大な損傷を負った。修理するのは非経済的という理由で1970年1月31日に、 アベンジは退役した。2月1日には海軍現役管リストからも除籍された。テンプレート、アジャイル急走改定。ありがとうございます。